イーグルス先発はプロ初登板のドラフト1位の早川です。立ち上がりご覧いただきます。まず先頭バッター西川から三振を取ります。そして今日2番に入っている近藤を迎えます。これ3ボール1ストライク、カウント悪くしたんですけども、その後近藤をセカンドゴロに打ち取って2アウト。そして3番の渡辺も打ち取ります。立ち上がり早川3人で終えるピッチングでした。その早川ですけども4回ピンチを迎えます。ノーアウト満塁、これエラーと2本のヒットで迎えたピンチで、ここで野村から三振、ワンアウトとすると続く太田からも三振を取って2アウトまで来ます。そして今日スタメンの樋口をサードゴロで取ってノーアウト満塁の大ピンチでしたけれども、ゼロで終えました。ファイターズ先発は池田、イーグルスからトレードでやってきてファイターズ初登板です。その池田から4回の裏満塁のチャンスで田中和樹のこの当たり、ショートの中島拓也エラー、1点を先制します。この後満塁続いて太田は外の変化球食らいついていきました。2点タイムリーで3対0リードを広げると、この後チャンスでトップに帰って辰巳、辰巳もチャンスでベンチの期待に応えます。タイムリーになって4対0、この回4点を取りました。さあ先制点をもらった早川5回です。ランナー1人出しましたけれども、近藤ライトフライ、これで勝ち投手の権利を得ます。そして早川6回です。この回はワンアウト満塁というピンチ、この試合2度目の満塁のピンチでしたけれども、樋口をサードゴロダブルプレーに取ってこの満塁のピンチも切り抜けました。プロ初登板の早川6回無失点、勝ちの権利を持ってマウンドを降りました。そして7回2番手酒井です。いいリズムで7回終えると、8回は牧田がマウンドに上がります。この牧田もテンポよく8回ゼロで終えます。そしてその裏マウンド上には玉井が上がっています。タイムリーを放っている太田、この太田の当たりが右方向伸びていってライトスタンドへ、1試合連続のホームラン、そのホームランで5対0とします。今日は太田3打点の活躍でした。そして9回は今シーズン初登板松井裕樹が締めたイーグルス、5対0で勝利、プロ初登板の早川プロ初勝利、開幕2勝1敗勝ち越したイーグルスです。